はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日はこちらマツダの大幅商品改良モデルの事前撮影会にやってきました。今日はですね、試乗はないんですけれども、エクステリアをたっぷり撮らせていただけるということでですね、まずは最上級グレードにあたりますこちらのですね、スポルトのクロス D プラスという車を撮らせていただきたいと思います。それでは順に、ね、追って説明していきますけれども、この後にはめちゃめちゃ可愛い2台をご紹介していこうと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。今日もチャンネル登録高評価で応援してください。はい、それではエクステリア、まずはフロントフェイスからいきましょう。ですね、今回のこの大幅商品改良モデルでは、もう分かりやすく言うとグリルが変わってるっていう風に思っていただければいいです。あとはまあボンネットとかそのライトとかから上は変更が何もないんですけれども、最近ですね、マツダさんよくこの、グリル周りの衣装変更というのを行ってますけれども、ここ変わると本当に顔がリファインされるなっていうのをね、皆さんもこのチャンネルとかでもよく分かっていただけるかと思うんですけれども、まずは今回スポルトということで最上級グレード、かなりですね質感が高いです。はい、まずここなんですけれども、ここがこうよく見るとハニカム構造みたいになっていて、もうピアノブラックみたいな綺麗な、グリルの衣装になっております。これが他のグレードだと今回はですね、大きく衣装が違う、もう顔が全然違うので、これだけ大きい開口部を持っているのは最上級グレードのこのスポルトだけなんですけれども、スポルトにはですね、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンがありまして、今回ご紹介しているのはディーゼルエンジン版なんですが、ここの衣装の差はエクステリアにはありません。というわけで両方ガソリンでもディーゼルでもこんな感じになるんですが、これめっちゃ可愛いですよね。はい、CX5 にもですね、こういうようなこのグリルの中に一部分カラーのモチーフを持ってくるっていう手法ありましたけれども、今回マツダ2にも入りました。マツダ2ボディがちっちゃいので、こういうね小さなパーツがあるとすごくアクセントとして大きく効いてきます。でこの本当に1個だけなんですけれども、ここで結構ね走るよっていう気持ちを盛り立たせてくれるかなと。これはもうちょっとオーナーさんから見ると萌えポイントになると思います。はい、そして今回の衣装の大きな変更点のうちの一つがここだと思います。アンダーグリルの形状変更ですね。これが今まで結構こう、歴代割と優しい顔だったんですよね、このマツダ2シリーズって。で1個前はこう直線みたいになっててすごくシャープな感じだったんですけれども、今回はグッと左右に下にこう刺さるみたいな感じの衣装になって、これがですねちょっと私的には歌舞伎顔みたいに思えて、すごく顔が強くなりました。でこのこういう下に来るこのクロスの衣装ってやっぱちょっと、見方によってはというかデザインの手法によっては、くどい感じになることも多いんですけれども、今回このマツダ2やっぱりボディの小ささとかその凝縮感というのを生かしてすごくね生意気可愛いみたいな感じにとどまっているのが、デザインの上手なところかなというふうに思いました。この辺は本当に、衣装変わってます。はい、そしてこちらもスポルトだけの衣装になるんですけれども、前のね目頭のところからキュッとメタルパーツが入っていますね。これも小さなパーツなんですけれども、メタルってすごく主張の強い衣装ですので、ここにこれが入ることによってより切れ長でワイドな印象を持たせると思います。これもスポルトね、本当スポーツらしいデザインのポイントかなと思います。はい、そして今回ですね、我々その報道陣に教えていただいたことがあるんですけれども、それがバイオプラスチック技術っていうのをマツダがずっと使ってるよっていうねプレゼンをいただきました。実は2015年からもう始まっていて全車種に展開をしているんですけれども、改めて今回その商品の説明しますねということでご説明いただきました。この辺に使われているのがそのバイオプラスチックなんですけれども、例えばロードスターの頭のところとか、それからこのマツダ2で言えばこのインパネの周りであるとか、こういうピアノブラックのこうプラスチックっていうところに使われているんですけれども、植物由来のプラスチックが使われております。でこれによってそのカーボンニュートラルっていうのを実現しているんですけれども、実際に2015年から実現しているんですけれども、石油由来のプラスチックではなくて成長していく植物を使うことによって CO2 を削減しているっていうのがまず一つ。それから従来のプラスチック製品だとその地のものに塗装をしなければいけないんですけれども、これは原料にそのまま着色できるので塗装の工程を省けるというので、もう一つカーボンニュートラルに近づいているということ。さらにめちゃめちゃ綺麗なんですよね。でこれは例えば飛び石なんかでこう削れてしまっても、削っても削っても塗装じゃなくて原料着色なのでリペアができるっていう利点もあるんだそうです。何よりも本当にね、マツダのこういうピアノブラックのパーツって本当に深みがあって美しいんですけれども、そういうことかって今回やっと分かりました。覚えておいてください。はい、サイドビューです。サイドビュー見てみるとやっぱりマツダ2すごくねボディサイズ可愛いですよね。 B セグのハッチバックということでですね、やっぱりの C の、輸入系はやっぱ C セグのハッチバックすごく多いですけれども、日本の道にぴったり合った B セグのハッチバックの、利というかね
本当になんか取り回しがしやすそうな機敏な感じっていうのを一目でサイドビューで分かっていただけるかなと思います。はい、実はですねこのサイドビューに関してはあまり変更点がありませんけれども一つだけあります。それがこの新型のデザインになりましたアルミホイールです。めちゃめちゃシンプルですし流行のデザインです。この接着面と塗装面っていうのをこう2色に塗り分けるっていうのは最近のトレンドですけれども、その中でもやっぱりねこのスポルトっていうのはもともとブラックトーンエディションっていうのを進化させたっていうあのグレードになりますので、ちょっとねブラックっぽさが残ってるんですよね。だから黒の分量を塗装の部分が多いホイールを採用してるのかなっていうふうに思いました。で非常に引き締まってて黒一色じゃないので少しこうアクティブな感じもしてすごく美しいあのホイールだと思います。で、このスポルトに関しては16インチ装着しておりますけれども、後でご紹介するですね他のグレードは15インチからというふうになっております。はい、リアビューです。リアビューも変更ほぼないんですけれども、この辺ですね、この下の部分にちょっとかっこいいのがつきました。でこれによってやっぱりね 下に重心が来ているような感じの衣装になっておりますので、ここも踏ん張り感っていうのを感じさせるかなと思います。まあそう言われてみればこれがなかったことを思ってみれば、うん、確かにリアの接地感が、まあ、ちょっと軽やかだったかなっていうふうに思うんですけれども、こういう手法あるんですねと思ってちょっと私ここ感動したポイントです。あのすごくね細いユニットではあるんですけれども、これがあることによって本当にピリッと引き締まりました。はい、そしてこちらはですね実はちょっとこう薄いねグリーンっぽいガラスが入ってるんですけれども、これ撮影者なのでこの色になってますが、実際の販売モデルになるともうちょっとブラックっぽい感じのですねあの濃い色のガラスが入りますので、そこだけご注意ください。はい、そして左右のリアガラス、ここもですねもうちょっと黒い感じのガラスが入りますので、こちらもご注意いただきたいと思います。はい、そしてですねこのマツダ2に新しいトピックスがもう一つあります。それがですねこのルーフなんですけれども、ルーフ実はですねこうやって見るとあれこれカーボンみたいな手触りですし見た目なんですけれども、これ実はフィルムなんですよね。でフィルムって聞くとまあちょっとこうねサードパーティーっぽい感じのイメージある方多いかなと思うんですけれども、実はこれ工場で装着されてくるので、まあメーカーオプションという扱いになります。ですのでやっぱメーカーで貼り付けてる分めちゃめちゃ綺麗ですし全然浮きもないんですよね。なので結構ね聞かないでそのフィルムだっていうのを知らないで見るとあれこれ何めちゃめちゃドライカーボンじゃんみたいな感じで思うかもしれないです。それぐらい非常に質感高いんですけれども、なぜマツダがですねこのルーフにフィルムを採用したかというと、まずその塗装っていうものが非常にですねあの環境負荷が高いということで、まあ、あの塗装ってまあ一層じゃないですよね。なのでたくさん塗装しなければいけないというまず時間的なロスもありますし、また排水なんかもねたくさん出るっていうものもあります。ですのでその塗装っていうことに関して一つそのステップを減らしていけばカーボンニュートラルに近づくんじゃないかということがありまして、フィルムを貼るというチャレンジをしてみたということなんですよね。で、まあ、ボディも小さいですので、またあのマツダ2ってカジュアルなキャラクターですので、まあ、このようにちょっとあのシボのあるようなデカールを貼るっていうことがですね割とキャラ的に合っているということもあって、新しい試みとしてマツダ2を選んだということなんだと思います。でこのですねその貼っている職人さんもあの匠塗装をやっているようなグループの方がやられているので本当に綺麗なんですけれども、その皆さんの負担を減らすということと、あとまあ商品のばらつきをなくすということもありまして、このフィルムのこの表面じゃなくて裏の紙にも実は工夫をされていて、まあ、工場の話なので私たちは見ることはできないんですけれども、その紙をですねこう切れ目をたくさん入れてこう一個ずつ剥がしていくことで、その空気が入らないようにしたりとか、よれがないようにしたりとか、そういうですね、裏の努力っていうのも実はなされているんだそうです。はい、それではインテリア行きます。なんと今回はですね、はい、すごいね急いで持ってきてくださったんですよね。欧州仕様車でございます。もちろんですね日本で販売されるのは日本仕様になっておりますのでご安心くださいというわけで、ハンドルが今回左側についてますけれども、実際はあっちに行きますので、そちらご了承いただきたいと思いますが、右についてると仮定して皆さんご覧いただけたらと思います。インテリアもすごくおしゃれになりました。これもですねブラックトーンエディション由来の、まあ、スポルトというグレードということかなというふうに思うんですけれども、黒を基調にして赤いステッチが入っているっていうですね、まあ、本当にマツダおなじみのですね黒ベース赤アクセントという感じなんですよね。でシートもすっごいおしゃれです。でこれは四角いその切り取りがしてあって、下にベースにですね赤い布が引いてあって、それが見えてるみたいな感じで立体的な感じの衣装になってますね。でこの辺はバックスキンのような感じになっていて、この辺肌が当たるところのあんまりグリップが必要がないところはスムーススキンになっていて、で赤いアクセントが入っているという感じになっておりますね。でこれが全体的にシートの座面背面に入っておりますので、本当に統一感があって美しいです。
はい、そしてステアリング周りもこんな感じになっているんですけれども、エアベントのところにですね赤いリングが入っていたりとかして、これもとてもおしゃれです。で、今回もご安心ください、マニュアルございます。はい、ね、やっぱりねこういうのマニュアルトランスミッション用意してくれてるっていうのもですね、やっぱりあのマツダらしい気遣いというか、そういう感じもしてすごく嬉しいところではありますよね。はい、そして実際問題はですね、ここにあのリアのこのルームランプがある予定なんですけれども、今回欧州使用車ということで装備されておりませんけれども、実際には日本使用車ありますのでご安心くださいという感じです。はい、そしてリアシートです。はい、リアもですね意外とまあ B セグと言いながら広いです。まあ最近ね B セグって言っても大きいから、どの車もあの結構ねあの膝前とかもスペースあるんですけれども、まあマツダ2もですねこんな風にしっかりと余裕のあるスペースが叶えられています。で、先ほど言った通りルームランプもちゃんと入りますので、後部座席から見ても非常に広い、まあ、室内空間っていうのを実感していただけるかなという感じですね。はい、というわけで続いてご紹介するのがこちらの BD です。もうめっちゃ可愛いんですけれども、こちら BD がエントリーグレードに置き換わります。だから今までいろいろエントリーグレードもありましたし、ガソリンディーゼルによって呼び方もいろいろありました。プロアクティブなんとかとかいろいろあったんですけれども、それが全部ガソリンディーゼルともに BD に置き換わりますので、そちらの方を覚えていていただきたいなと思うんですが、この BD はですねあのエントリーグレードの名前が変わったっていうだけではなくて、実はですねちょっとコンセプトが変わりました。で、これをベースに198通りものカラーコーディネーションを楽しんでいただけますよというコンセプトに変わったので、それの、まあ、この2つがまあそれの松田側のご提案ですよみたいなやつをこの後ご紹介します。はい、フロントフェイスです。ここがですね他のグレードだとこうなります。はい、こちらはですねルーキードライブという用品パッケージの車なんですけれども、ここがこんな感じになるんですね。だからベースグレードと全然違うんですけれども、こういうパネルとかを組み合わせたりとかするのとか、ここのアクセントカラーとかも違いますよね。で、これデカールなんですよね。で、ボディカラーをそもそもその選んで、ここのパネルの色を自分で選んでっていう感じにできるので、結構無限にいろんなバリエーションをつけることができるみたいなんですよ。はい、そしてこちらがクラップポップという車です。こちらはですねシックなボディカラーを選んで、白とのコントラストを強くつけているというようなバージョンになっているんですけれども、こちらもまた違った本当にポップな感じがしてすごく印象的です。可愛いっていうよりもちょっとかっこいいっていう感じに近いですかね。ここで開口部をこう稼いでいるので、あの性能的には全く問題ないですよということだったので、こちらも安心していただきたいと思います。ちょっと電気自動車っぽくてねすごく可愛いですよね。はい、というわけでここがまあパネルになってるんですけれども、この辺もまあ色を変えることもできますし、またデカールでいろいろ遊ぶことができる、まあ、ボディカラーとのコンビネーションでこんな感じになるよっていう感じなんですよね。なのであの非常に自分好みにそのアレンジできるっていうところに魅力も感じますし、まあ、今回もっと若い世代に訴求していきたいというね松田側の思いがあって、まあ、こういうパーソナライズっていうのが今の若い世代は求めているのかなっていう感じもしますので、まあ、こういうところで個性を出し合っていって松田ミーティング、オーナーズミーティングとかもすごく盛り上がっていきそうな気がします。はい、そしてベースグレードではこちらのホイールキャップがついているのが BD でございます。まあ、ホイールキャップに見えないぐらい本当に綺麗なんですけれども、こうなります。これホイールキャップなんですけれども、このような仕様のホイールキャップに変えることもできるという感じなんですよね。だからベースグレードだとここが白だったのが、まあ、こういうカラーもホイールキャップとして用意されているという感じなんです。はい、サイドで見るとこんな感じです。たくさんですねオレンジが使われています。もちろんですねこの耳のところもそうなんですけれども、先ほどのホイールキャップ、それからデカールなんかも綺麗に貼られてますね。で、やっぱりですねこのルーフスポイラーのこのオレンジもかなり効いてるかなと思います。そしてですねこちらをホイールキャップをノーマルの時に装着していた白にしてるんですけれども、前のバンパーのところが白なので、すごくこれをね白にするだけでまた違った印象になっています。はい、サイドビューです。クラップポップに関してはこのアクセントカラーを全部白に統一しております。例えば耳のところも白になっていたりとか、あとルーフもですねフィルムが白になっているという感じ、それから以外は何もしてないんですけれども、この何もしていなさがですねまたすごくシンプルでピリッと効いてすごく素敵だなと思いました。はい、そしてですねスポルトで赤だったアクセント、この BD では前後ともにこのイエローみたいなねビビットな色になります。これもめちゃくちゃ可愛いなと思います。はい、そしてリアビューです。こことここにオレンジが入っています。まあ、前のですね、グリルのところ同様ですね、ここにオレンジが入っているっていうのと、ここにデカールが貼られてるんですね。テールゲートのところからちょろっと出てるのすっごい可愛いと思いました。
意外とこの撮影するとですね伝わりづらいんですけれども、私の身長から見るとこのルーフスポイラーがめちゃめちゃピリッと効いています。すごい可愛いです。でこれはむしろ横から見るとめちゃめちゃ見えるんですけれども、後ろから見ると割とチラ見えっぽく見るのもちょっと奥ゆかしくていいなっていうふうに思いました。はい、そしてですねスポルトの方で、シボ黒のシボだったのが今回白ということで2色の展開になります。だからホワイトルーフ流行ですけれどもフィルムで叶えているということでですね、非常にですね美しい感じでねこの質感を出しているっていうのもすごくユニークだなっていうふうに思いました。ね、フィルムなのに本当にフィルム感がないのでさすが工場装着という感じです。はい、リアビューです。リアもですねここにデカールが貼られています。マツダのエンブレムとそれからその線で構成されたちょっとねグラフィカルな感じのデカールが貼られているんですけれども、ここもこれだけなのにすごくピリッと締まりますよね。はい、それではインテリアいきます。この BD なんですけれどもファブリックシートになっております。マツダはファブリックの使い方が本当に上手で、ファブリックの質感がすごく高いメーカーの一つなんですけれども、この BD に関してはですね見てください、この辺がデニム調になっております。で体が触れる部分はちょっとこう柔らかいようなもちっとしたようなジャージ素材みたいなのが使われているんですけれども、こことほらこのデニム素材が肩のところの横にも使われているので、まあ、非常にシックでありながらカジュアルな印象も与えてくれます。このコンビの付け方もすごく高級感があっていいと思います。はい、そしてはいこんな感じです。衣装に変更ないんですけれども、こういうところにねパネルが採用されました。でこのパネルがちょっとこう足棒があるみたいな感じのパネルになってるんですけれども、これがバイオプラスチックです。さっきスポルトの時にお話ししたこれがバイオプラスチックだから、この辺とかですね、あとこの辺もそうなんですよね。ということで実はですねもうすでにマツダの全車種に導入されていて、それが2015年からスタートしているということなので、もうあなたのマツダの車にも2015年以降のモデルにはもしかしたらバイオプラスチック使われているということなんですよね。だからかなり早い段階から取り組みを始めていたという感じです。うん、そうやってみると余計になんかその環境感度の、ね、高い若者とかでもこう気軽に乗っていただきやすいというかね、選びやすいという選ぶ一つの口実になるかなっていう、そういう時代になりましたね。うん、はい、というわけで今日はこちらマツダ2の大幅商品改良モデルの事前撮影会の様子をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。かなりですね見た目に商品力が高まっているなっていう感じがするんですけれども、そうそうそうだよ、マツダには2があったよということをですね思い出していただけるきっかけになるかなというふうにも思います。皆さんもですねぜひこの後は試乗もできたらなというふうに思っておりますけれども、追って続報をお届けしてまいりますので、ぜひねご期待いただけたらというふうに思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。